皆さんこんにちは。ウェイユーが世間を見る絵をこそ。前回の動画で皆さんにある情報をお伝えしました。アメリカ共和党のクリス・スミス会議員は、共和民主の両党を一致し合意した法案を提出しました。この法案は貿易における中国の永久的な再警国待遇の撤廃を求めるものです。これは最近の米中間の緊張が高まっている現れです。 23日、アメリカ政府は一部の中国製品に免除した関税を復活させると発表しました。これはどういうことなのでしょうか中国製品に対する関税負荷はトランプ政権の時代に遡ります。トランプ政権は2018年から中国製品に対して4回の関税を課しました。そして2000以上の品目が関税免除を受けましたが、 その大半の免除期間は延長されていません。1年延長されたのはわずか549品目ですが昨年10月に期限切れとなりました。アメリカ貿易代表のキャサリン大使は今回の免除行新については企業と国民との協議を経て決定したと述べました。今回は549品目のうち352品目が 関税免除の更新対象となり、その中国製品には、機械類、化学品、日用品である特定の種類の工業用ポンプ、電動モーター、カニ肉、リュックサック、自転車、掃除機などが含まれます。もちろん中京当局は、こういった免除措置を歓迎しますが、ありがたいとは思いません。アメリカがインフレの圧力を緩和するために行っていると言い張っています。 しかし、ピーターソン国際経済研究所の上級研究員であるロス氏は、現在のアメリカの高いインフレ率のうち、中国製品への課税に起因するものはごく一部であると述べていました。中国製品への関税をすべて撤廃しても、アメリカの消費者物価指数 CPI は0.26ポイントしか下がらず、その効果は非常に限られています。では、 アメリカは一体どういう目的でこのような決断をしたのでしょうかバイデン氏の中共への対応には一つの特徴があります。皆さんお気づきでしょうかバイデン政権は中共から多くの物事に対処する手段を学び、脅迫や誘惑をする方法も知っているはずです。習近平政権はアメリカ政府との協力を拒否していたため、バイデン氏は 目には目をと、現在様々な手段で中共当局に圧力をかけています。習近平氏にはっきりと思い知らせるため、バイデン政権はトランプ政権の政策の一部を今も継続しています。最近、アメリカ司法省が中共の諜報員の5人を起訴したのも、圧力をかけるための手段です。特に、今回のロシアのウクライナへの侵攻では、 アメリカは腕を振り上げて呼びかけ、世界の同盟国を簡単に集結させました。当時、元国務長官のポンペオ氏が一国一国に喉が枯れるまで誘絶した結果よりずっと効果的でした。バイデン氏のことを狡猾と言うべきでしょうかそれとも賞賛すべきでしょうか正直に言うと、宗教を相手にバイデン氏がよくやったとは思いません。 中共への打撃は大変喜ばしいことですが、そのやり方は評価できません。まるで山賊が強盗と戦っているようでした。略奪して戦利品の共有を目的としただけです。バイデン氏の中共への対応はいつものように中共に打撃を与え、その様子を見ながらまた打撃を与えるを繰り返しています。今回、 一部の中国製品に関税を免除したのは、中共に圧力をかけつつ、少し甘い対応をするためだと思われます。その意味は、我々アメリカと一緒にロシアに対抗すれば、割を食うことはありません。さもなければ、アメリカ及びその同盟国の司法発砲からの攻撃を受けることになります。メディアは、バイデン氏はこれまで、中共がロシア問題に関して、 正しい選択をすることを確信していると報道してきました。中共はアメリカの味方をするのでしょうかアメリカがロシアを最大の敵とみなしている限り、中共は決してアメリカ側に立つことはないでしょう。なぜなら、中共はアメリカと手を組んでロシアを攻撃しても、アメリカの次の標的は中共だと知っているからです。したがって中共は、 アメリカが常にロシアを最大の敵とみなす限り、ずっとロシアを支援することになります。一方、アメリカがロシアを同盟国として扱い、ロシアの NATO 加盟申請を受け入れると言ったら、中共はロシアより先にアメリカと親密になり、急いで関係改善を図るでしょう。これが中共のやり方です。もちろん、バイデン氏が終始を罠に陥れるため、 落とし穴が用意されているかもしれません。プーチン氏を先に落とし入れてから、中共もロシアに縛り付け、世界各国を束ねて、中国とロシアに制裁を加えるかもしれません。今のところ、バイデン政権は同盟国に対して、中共に多方面から圧力をかけるように、協力を呼びかけています。オーストラリア政府は最近、宇宙司令部を設立し、 自国への脅威として中京とロシアの宇宙への野望を名指しで批判しました。特に北京が反衛星戦術でオーストラリアのインターネットを攻撃することが懸念されています。オーストラリアのダットン国防相は直接にこう言いました。宇宙司令部は中京とロシアの宇宙における軍事的野心に対抗するものとして位置づけられ、 これは政府の方針です。また、アメリカの同盟国であるカナダは最近、中国が海外でマネーロンダリングをする話題を大々的に宣伝しています。グローバルニュースカナダが最近行った調査によると、証券会一家はカナダで大規模な企業ネットワークを持ち、これらの企業は北米各地の不動産に1億5400万ドル以上を投資しているそうです。 しかもこのお金は海外での違法なマネーロンダリング行為に抵触している可能性があります。名店集団の創業者である小喧嘩氏はカナダ国籍を所有しています。しかし2017年に香港で逮捕された後行方不明です。彼は江沢民と総計向派の白い手袋として収支の性的引いては 終始家族らの汚職の秘密を掌握しています。ですから彼は政治的内紛の捨て駒になり、いつでも犠牲にされる可能性があったのです。証券家氏はカナダ国籍でありながら、カナダ政府は領事面会を実施していません。グローバルニュースによると、一族の海外中核企業は、少子の妻と議定が所有するユネクサスグループと、 ウィナーマックスキャピタルであるとのことです。2015年以降、一家は約400万ドル相当の高級マンションとシャングリラホテル、カナダに1万7000平方メートルのお城のような邸宅を購入しました。現在、妻と議定名義の会社はトロント南部の土地に投資し、数百万ドルのコンドミニアムやタウンハウスの不動産プロジェクトを展開しています。 情報筋によると、この土地の評価額は10億ドル以上のようです。その中には、ジョージナ市にある430万ドルの土地も含まれています。現在は、シムコーコハンのヨークにある警察の海洋部隊の本部になっています。2008年、少子ファミリーはカナダで金融事業を立ち上げました。少子の妻の義理の弟であるファン・エンホウ氏が、 中国資源配給有限講師を設立したのです。しかし、少子ファミリーがオンタリオ州南部の開発用地を手に入れ始めたのは2015年になってからでした。数十の土地所有権をすべてチェックし、裁判資料を見直した結果、少子とその妻及びその家族に関連する会社が少なくとも6社あると判明しました。 これらの会社は HZC キャピタルを中核としたロシアのマトリオシカのような構造になっています。これらのカナダの不動産は法的文書では中国資本の投資物件と説明されています。しかし実際に世間に出ているのは HZC 傘下の他の開発会社でその一つがラルカナダのちのユネクサスです。これらの会社は小一族と 他のパートナー投資家の共同所有で、少子の妻、周公文氏とその妹、周立文氏、議定のハン・エンホウ氏が主に会社を経営しています。現在、カナダ政府の懸念は何でしょうかカナダ政府の関心は、これらの会社がどのように設立されたのか、また、その一部の取引がカナダで合法かどうかということです。また、少子は、 トロントの不動産市場を通じて資金洗浄をしているのでしょうか。国外からカナダの不動産への投資は違法ではありませんが、カナダへの送金には厳しい法的要件があります。グローバルニュースが商家の不動産投資を詳細に調査した結果、住宅価格を押し上げている巨額の資金はトロント地域の高級個人資産、一等地、 市中のコンドミニアム開発であることが明らかになりました。金融犯罪の専門家や政治オブザーバーによると中国政府は一人当たり年間5万ドルの資本輸出しか認めていないそうです。そしてこれらの巨額の投資はどのようにしてカナダにもたらされたのでしょうか。資金移動が合法的で透明性のある方法でない場合、マネーロンダリングについての疑問が生じます。 トロント在住のマネーロンダリング防止専門家マット・マグワイア氏はこのような赤信号がある以上カナダ当局はこれらの企業をできるだけ早く調査すべきだと言いました彼は国家情報機関がこれらの資金に焦点を当てるべきだと考えていますカナダの規制当局はマネーロンダリングのリスクについてもっと厳しく監視するべきであると述べましたまたこれらの会社が ナンバーカンパニーやシェルカンパニーのように身元を隠そうとする意図が見え見えなこともカナダ政府にとって大きな懸念材料であるはずです。カナダの法律はこの点実に緩く誰でも匿名で不動産を購入でき監視の目を逃れることができるためバンクーバーやトロントは外国人のマネーロンダリングの格好の場所となっています。なぜショーファミリーは バンクーバーではなくトロントの不動産に投資したのでしょうか実際、トロントの中国人の人口はバンクーバーよりも増えていません。つまり、バンクーバーはカナダで最初に外国人買い手税と空き家税を導入した都市であるため、需要が低いのです。カナダでは家を買っても住まない中国人が多く、2割近くが空き家になっているそうです。 不動産屋に賃貸物件として出しているところもあれば、そのまま放置しているところもあります。カナダの不動産市場には、どれくらいの資金が入ってきているのでしょうか中国銀行100%出資のカナダ現地法人によると、ブリティッシュコロンビア州の住宅ローンは、2015年の4000万カナダドルから2021年には、 1>, 1億2100万カナダドルに増加しています。同期間において、オンタリオ州の融資は2015年の1億3900万カナダドルから2021年には10億カナダドル以上増加しました。バンクーバーやトロントの住宅価格が高止まりしているため、不動産市場でマネーロンダリングを行っているのは、こうした中国人たちです。 不動産業者の私の友人たちは中国のお客さんとのビジネスが好きだと言っています。中国人の留学生が多く親のお金で家を買っています。ですからバンクーバーで家を購入するプロセスは他の都市とは異なります。売り主がオープンハウスを開き誰でも見に行くことができます。気に入ったものがあってもすぐには交渉できず他の人のオファーに対して 入札することができます。周りがいくら出しているかわからないし、少なく出すと欲しい家を入手できなくなります。このような不透明な入札は住宅価格の上昇に直結しています。このような不動産市場は中国のマネーロンダリングと汚職によって成立している可能性があります。カナダ保守党のマイケル・チョン氏や元外交官のチャールズ・バートン氏は 小一族の不動産会社や投資について、マネーロンダリング対策を必要とする大きな問題だと指摘しています。チョン氏によると、カナダはマネーロンダリングの天国という評判があり、国際機関やアメリカ国務省から批判の的にもなったといいます。アメリカ国務省は、マカオやアフガニスタンとともに、カナダを金融サービスが不足している国として分類しているほどです。 この発言からなぜアメリカがカナダを批判しているのかが伺えます。アメリカはカナダがアメリカとの合意により猛晩州を起訴した時のようにカナダが中国共産党幹部のマネーロンダリング天国となることを懸念しているのです。これはアメリカの同盟国がすでに行動していることを示しています。アメリカとその同盟国はあらゆる分野で中共に圧力をかけており、 だからこそバイデン氏は中共が妥協することを確信しています。その行方から目が離せません。では今日はここまでにします。メイが世間を見る。またお会いしましょう。 亮感应，请打开你的心门，让它落地生根。人海中的那个人，等你红尘里的转身。风尘仆仆，而且显得有。 这一次我真的相信了，被你改写了剧本。温暖,暖的眼神，原谅我的爱没天分。这一次我真的相信了，是被祝福的。 以前，心不必问，这世界还有余温。多少的人还在等，最深爱的人，何苦执着这戏份？我们都是那散落的人，何苦再相认？ 见了。